でどうしてもですね、78年から82年ぐらいから昭和を出せなくてですね今回の場合は、まあ、日本のロックの創創期の曲をね、はい、やってる形になります。いろんな曲もやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いしたいなと思ってます。はい、うちらのバンドはホームページもありますしですね、YouTube チャンネルもあって、そこは一生懸命やってるんですけど、ライブは初めてというふうな感じになってまして、お見苦しい演奏をお聞かせしますけども、ね、許してください。はい、で、まあ、マイナーな曲ばっかりやってもね、いけないんで、次のメドレーでちょっとやりますが、ウルトラメジャーな曲を3曲続けてやりたいと思います。大西洋輝が選びました。よろしくお願いします。Thank you.
はボーカルベースギター、渋谷達郎。ありがとうございます。次はキーボード松原明美。そしてこちらの番号オンギター合格若林康介。
ありがとうございました。ありがとうございました。